はい、今回はですね、この任天堂64を RGB 化するためにまずはですね、分解しないと話が始まらないので分解していきたいんですが、とりあえずすごくですね、ネジが多いんですよね、任天堂64は。ですので分解する方がですね、ちょっと時間がかかるかなと思います。あとは闇雲に開けてもダメなんですよね。対策基板というんですか、 RGB 化できない基板があります。とりあえずここの型番がですね、10とか11とか12ならばほぼ確実に大丈夫ですね。まあ、それはまた後ほど書きますけども、裏側から例のごとく任天堂特殊ドライバーで開けていきますが、ネジは6本です。では開けていきたいと思ったんですが、まずはですね、まず何でしたっけ、ここを外しておかないと開かないんですね。メモリー拡張パックがすでに入っちゃってますけども、このね、イジェクターで外します。本来は外しちゃダメよと言われてますが、外さないと分解できませんので外してしまいます。では開けていきますけども、まあ、ここのね、番号がですね、まあ10だったら間違いなく大丈夫ですね。これ発売日に買った64です。もう23年ぐらい経過していますが元気に動いています。多分ホコリとかすごいんじゃないかなと思いますけども、まあ開けていきたいと思います。まあ、専用ドライバーですので、まあよく開ける人はね、持っておいた方がいいドライバーですよね。で、6本開きました。ではパカッと開けていきます。お弁当箱開けるようですが、うわ、やはりホコリがここね、空気が通る道ですので、ここにいっぱいホコリが溜まってますけども、すごいネジの量ですね。すごいネジがボコボコ刺さってる刺してあります。なんだろうおそらくこれ巨大なヒートシンクになってるのかな。 CPU を冷やすためにね、64ビットですので結構発熱するのかな。このランバスメモリーも結構熱くなりますよね。いや、巨大なヒートシンク、まあ、ヒートシンクですよね、やはりね。あ、ここに型番ですか、基板の NUSCPU02 ですね。発売日に買ったんですが02基板になってますね。01がおそらくあると思うんですけども、さあこの辺はどこからまず開けていくかなというパズルを解いていく感じですけども、まずはこの辺かな。ちょっと他のネジと違って浅いですね。そしてちょっと黒いですね。まあ本体の発売時期によって変わってしまうとは思いますけども、ちょっと短めのネジで色が黒いです。で、どこ行こうかな。こいつですかね。あ、なんかですね、ゲジゲジなワッシャーがついてるような気がします。ワッシャー付きですね。ゲジゲジワッシャーってのかな。ちょっと知らないんですが、ホコリもついてきましたけども、このようなゲジゲジなワッシャーが見えます。そのね、反対側にあるやつもワッシャー付きですね。ワッシャーじゃないのかな、名前はちょっとわかんないんですが、このね、ゲジゲジなやつ、まだここを外さないとダメですね。ここは普通のネジですね。結構いろんな種類がありますので忘れないようにしていかないといけません。まあ、現在はですね、このように動画を撮りながらやっていくと、非常にネジのね、種類を忘れないかなと思います。昔は結構なかなかね、大変でしたよね。記憶に頼りに、記憶を頼りにしていかないといけませんが、さあここ、あ、ここもなんかワッシャーついてます。これはワッシャーですね。ワッシャー、このようにワッシャー付きです。おそらくこの下が CPU になると思うんですけども、
は埃が綿菓子のように汚い綿菓子ですね、埃が巻き取られていきましたけども、ここについてるやつはすべてワッシャー付きです。ワッシャー付き、1、2、3、4、5、6、7つ、8つかな、この金属のプレートにねついているワッシャー付きのネジは全部で8本ですね。ちょっとここから早送りしちゃいますね。いやーすごいですね、この綿菓子の生産量どんどん綿菓子ができています。綿菓子じゃありませんね。さあもう一息、あれワッシャーが外れてしまいましたね、ちゃんとつけておかないと。どんな意味を持ってついているんでしょうか。まあ何らかのねことでこのネジが緩んで、あの CPU の熱を逃がすことに失敗しないように、ネジが緩まないようについていると考えるのが妥当でしょうかね。さあ外していきたいですが、どうだどうでしょうね。ちょっとこう、ちなみにですね、もうこの段階で外れます。外れるんですが、初めて分解した段階ではですね、ちょっとビビってしまって、ここのネジを今開けてますけども、ここのネジを外さなくても、あの例の巨大なねヒートシンクは外すことができますので、まあここ取っておいても問題はないんですけども、ヒートシンクそのものはこのネジと関連していませんね。でここのネジはですね、非常に細長いですね。細長い2本特徴的ですので、すぐわかるとは思いますけども、とにかくね種類が豊富ですね、ネジの。ではヒートシンク外します。スーッとこう引っこ抜いてあげますね。挟んであります。さあここからがまたネジネジネジなんですけども、さあまだね全然取れません。でここと見えるかな、ここと、ここと、ここと、右側にですね3箇所あって計6箇所です。あとですね、映像では撮れていませんが、この上の部分に2本のネジが2箇所に止まっていますので計4本ですね。黒いネジっぽいです。それを外すといよいよこの基板が外れます。いや外れました。こっちもちょっと汚いですね。後で洗いましょう。では基板の方ですが、まだこう金属板がついていますので、もうネジがついていませんので外れそうですね。パカッと外れました。ここちょっとねパーツがまだ2枚ほど分かれますけども、特に今関係ないのでそのままずれないように置いときます。さあいよいよ出てきました基板と思ったら、まだ裏側に金属のパネル、金属板がありました。簡単に外れます。さあ23年前憧れた64ビット CPU ですが見えませんね。1996年任天堂、基板の型番は NUS の CPU02 ですね。発売日だったんですけども、買ったのが01じゃないんですね。裏側です。もうほとんどチップ抵抗だったりチップコンデンサーっていうのかなになっちゃってますね。非常にまあ密度は高いのかもしれませんけども、なんでしょう、スーパーファミコンの時に比べて随分と小さくなったなと思います。CPU とかなんでしょう、隠れちゃっててよくわかんないんですけども、3つほどねヒートシンクに覆われています。でですね、 RGB 化できるかできないかの見分けるポイントがここにあるんですが、それはちょっと後ほどまとめておきますけども、まあ分解そのものはですねそれほど難しくはないですね。ただネジがですねいろんな種類と、あとは数が膨大にありますので、そこがめんどくさいかなと思います。まあこんな感じの基板が出てきました。それでは先ほどから後ほどと言っていた
ね、RGB 化できる64は一体何なんだということで、まずここのね IC チップですか、丸く囲んでありますけども、そこが VDC-NUS になってるやつです。いやいや、そんなの開けなきゃわかんないじゃんということでですね、先ほどあの後ろのシリアルナンバーですけども、あれがおそらく10、11、12であればほぼ確実にその IC チップだと思います。で、間違いなくですね、本体はブラックじゃなきゃダメですね、黒で、クリアとかゴールド、あとはピカチュウは間違いなく対策基板と言われて後期型ですね。まあちょっとね、ここに一覧として書いておきますけども、まあ絶対かと言われると全て確認したわけじゃないので、まあ絶対かどうかは分かりませんけども、確率は高いです。第2回へ続く。ではまた。またまたいつもお世話になってる N リンゴさんから、このねワンダーメガの動画を提供していただきましたので、近々公開です。そしてセガマーク3、まだ紹介していませんでしたので公開です。